東三電気株式会社は、大正から昭和初期にかけて愛知県に存在した電力会社である。現在の新城市域を中心に電気を供給した。1911年に新城にて設立された新城ガス株式会社というガス会社が前身。1917年に豊橋電機から新城地区の電気事業を買収して業態を転換し社名も改めた。 1926年大手、電力会社東方電力の参加に入り、1928年に、同社系列の三河水力電機へと合併され、解散した。本項目では、東三電機が末期に統合した、小事業者園三電機株式会社及び、渋川電灯所についても記述する。両事業の統合で、東三電機は、静岡県の一部にも、 供給区域を持った。東三電機は、設立時は、新城ガス株式会社という社名であり、その名の通り都市ガス事業を目的としていた。新城ガスの設立日は1911年2月11日。設立時の所在地は、愛知県南下田郡新城町阿佐宮の前、資本金は2万円であった。1913年発行の会社録によると社長は、 新城町のおさだり七という人物が務めていた。農商務省商工局の資料によると、新城ガスは1911年4月に開業した。1916年3月末時点で、新城町と付近町村を供給区域都市191個の需要家に、大使当時の都市ガスの主流石炭ガスではなく、アセチレンガスを供給していた。1916年6月、 南下田郡東郷村八塚某の牧野文才が取締役に就任した。牧野は医者として八塚実の新元病院を経営するから、宝石工場、劇場、図書館などを経営した実業家である。未来発電所豊橋市の電力会社豊橋電機は電源となる水力発電の適地を求めた結果新城の北方南下田郡作手村へと 進出1908年に未大発電所を新設した。こうして、南下良ぐに進出した豊橋電機は、少し遅れて1912年4月から、新城町でも電気の供給を始めた。豊橋電機の新城参入に対し、ガス会社であった新城ガスでは、電気事業の将来性に着目して、豊橋電機と交渉し、その電気事業を買い取ることとなった。 まず1916年6月4日付で、豊橋電機との間に未来発電所の送電系統に属する施設及び事業を買収する契約を締結。ついで翌1917年3月14日、社名を新城ガスから東三電機ガス株式会社へと解消し、企業の目的を電気供給、ガス供給その他に変更する。さらに、同年4月9日、社名を 東三電機株式会社と改め、会社を東郷村八塚かに移転した。移転は社長を務める牧野文才が同じ地区に居住するためである。1917年3月5日付で、停心証より事業譲り受けに関する認可が下り、5月1日付で引き継ぎを完了、同日をもって東三電機は電気事業を開業した。供給区域は、 新城町と東郷、千里、作朔、金沢、豊津、橋尾、鴨、石巻の八村だが、豊橋電機時代に開業済みの地域は、新城、東郷、作朔の三町村に過ぎない。事業買収金額は22万円であり、資金調達のため東三電機は、資本金を25万円へと増資している。開業後、1917年末時点での、 電灯供給は、需要家数1468個、取付等数3505等。電力供給は、電動機19台、計31馬力に、電気事業者への送電2 8 0ットを加えた、計3 0 3 1ットであった。翌1918年3月18日、事業目的から、ガス事業を削除し、電気事業専業に転換した。 なお、低新省の統計によると、1917年の時点では、小額の兼業収入が計上されているが、1918年分には、計上されていない。1921年2月21日、東三電機は、東郷村大技平井の三河、投機株式会社を合併し、資本金を5万円増資した。同社は、外資類などを製造する会社であり、この合併により、 外資類の自給体制を整えた。供給面では未来発電所が豊橋電気時代から続く水量不足のため最大出力3 6 0ットに対し平均1 3 0ットしか発電できないという状態のため、これを補助する予備火力発電所を新城駅構内に新設した。ただし同発電所は稼働が限られ、 1920年の運転開始から6年後の1926年には廃止されている。この間の1925年1月、静岡県西部に供給する早川電力からの提示、受電設備が完成を見た。これも水量不足による発電力低下への対策のためのものである。受電口は翌年時点で1 5 0ットであった。東三電機へ、 新城地区の事業を売却した豊橋電機は1921年に名古屋電灯へと合併される。この名古屋電灯はその後発展し業界大手の一角を占める東方電力となった。東三電機は豊橋電機の後ろ身とも言える東方電力との間に1926年1月資本提携契約を交わした。その内容は 東三電機の40万円増資に再資金株を東方電力に割り当てることで同社の参加に入るというものである。東三電機では、この増資を財源として、隣接する電気事業者円三電機、渋川電灯所の2社から事業を総額23万円で買収することとなった。増資及び円三電機、渋川電灯所の電気事業買収は1月30日開催の 定時株主総会で議決。増資が4月22日付で完了した後、9月23日付で、定心省からの事業譲り受け認可を取得し、11月中に譲り受け手続きを完了した。東方電力の参加に入った後の1927年7月、新城変電所の拡張工事完成により、東方電力からの受電を開始し、反対に、 東京電力からの受電を打ち切った。東方電力からの受電口は、静岡県側での受電を含め3 2 0ットであった。小腰道発電所園3電機、渋川電灯所の統合で、東3電機は静岡県側にも供給区域を広げ、1928年1月末時点では、電灯取り付け数3万25等。 電力供給280.33馬力を数えた。電灯は住食灯の利用が3分の2を占めて、最多一方の電力利用は3分の2近くを精米用途が占めた。このように事業規模を拡大した東三電機であったが、両事業の統合から1年余りで、東三電機自身が三河水力電機に吸収されて、解散に至った。この三河水力電機も、 東方電力傘下の会社であるが、1924年の会社設立時から、すでに冒険会社であった点が東三電機とは異なる。本来は発電専業の会社で、当時愛知県中部を流れる矢萩川に越戸発電所を建設中であった。この越戸発電所の完成に先駆け、三河水力電機は東三電機を合併し、 供給区域を引き継いで一般電気供給事業者となったのである。合併手続きは1928年2月28日、両社株主総会での合併決議、同年5月30日定心症の合併認可と進み、同年7月23日三河水力電気にて合併報告総会が開かれて合併手続きが完了、同日東3電気は解散した。 三河水力電機との合併直前における東さん電機の主要経営陣は社長牧野文才、常務牧野熊太郎代表取締役桜木良造であった。このうち牧野文才は合併報告総会にて三河水力電機の取締役に選出されている。また合併後、三河水力電機は東3電機から引き継いだ事業を所管する新城営業所を。 東三電機本社があった東郷村から移して新市町内に構えた。東三電機が買収した2社の内縁ん電気株式会社は1915年10月15日、静岡県岩田郡浦川村ほかわにて資本金3万円で設立された。代表者は渋川郵便局長を務める大石翔太郎。開業は 翌1916年7月11日で、当初の供給区域は、岩田郡村、川村、佐久間村、山賀村と、東三電気区域の外苑にあたる愛知県八名郡八名、村、船月村、山吉田村並びに、南下良郡長篠村であった。開業当初の段階では、自社発電所は未完成であり、電源は東三電機からの受電に限られていたが、 1918年4月、山川村のなるせ沢川に、ついで1920年12月、浦川村の河内川に、相次いで水力発電所を完成させた。前者は出力 37kW、後者は 50kW といずれも小規模。静岡県側では、両発電所を、愛知県側では東三電機からの受電をそれぞれ電源として営業する。 初期の大口需要家には、静岡県側の龍頭山で創業する高田工業大月鉱山があり、愛知県北下田郡本郷町などに供給する本郷電気製材にも静岡県側の裏側、方面から送電していた。経営面では1918年10月3万円、1919年10月12万円の増資をそれぞれ決議している。 1922年5月、愛知県側の一部区域について、早川電力からの受電に変更。ついで1926年2月、東方電力から2 0ットの受電を開始した。1926年5月時点での受電口は、東三電気分が3 7ット、東京電力分が5 0ット、東方電力分が2 0ット、 大の電気分が2 5キロワットであり、発電力と合わせて供給力は、計1 9 6 5ットとなっている。一方の供給成績は1925年9月末時点で、電灯取り付け数7383灯、電力供給1キロワットであった。電力供給がほとんどないのは、大月鉱山が不況で閉山となったことによる。 そのため円三電機では、電力量収入が途絶えて経営が悪化し、無敗に転落。経営悪化の末に、東三電機に統合される道を選び、1926年10月6日付で、解散した。統合時の資本金は18万円。また前年の1925年3月17日付で、浦川村から愛知県側の船付き。 村尾座城本へと本店を移転していた。もう一つの渋川伝統所は中川越次郎を代表とする個人経営の電気事業者で塩山電気区域に隣接する静岡県稲佐郡鎮、玉村を供給区域としていた。開業は1913年6月11日。開業当初は事務所を構える村内北部の渋川に小規模水力発電所を 構えて配電していた。発電所は、ムクロジ川を利用するもので、直流発電機を備えた。1924年になり、発電所を廃止し、県境を越えた山吉田村まで配電線を延伸して、塩酸電気からの受電に転換した。1926年時点の受電口は 15kW。供給成績は1925年6月末時点で、 需要化数383個、伝統数923灯であった。1926年12月末時点における東三電機の伝統、電力供給区域は以下の通り。東三電機では合計で4カ所の発電所を運転していた。それぞれの概略は以下の通り。豊橋電機からの事業引き継ぎより、三河水力電気との合併に至るまで運転され。 続けた唯一の発電所が未来発電所である。南下田郡作手村大麻保衛にあり、豊川水系ともえ川から取水する水力発電所であった。運転開始は1908年5月で、出力は3 6 0ット1943年4月以降3 2 0ット1951年の電気事業再編成で、 中部電力に引き継がれたの自動車の手により1959年6月に廃止された。豊橋電機から継承した未来発電所は、建設時の水量を測定後人に禁する水量不足という問題を抱えており、最大出力が3 6 0ットであるのに対し、平気出力は1 3 0ットに止まっていた。豊橋電機時代には、補助火力発電所として、 下地発電所が運転されたが、東三電機でも、同種の火力発電所の建設を決定した。こうして建設されたのが、地里発電所で、南下田郡地里村大技杉山の新城駅、貨物ホーム近くに位置した。運転開始は1920年10月。だが、運転機会は少なく、1927年6月に、廃止が許可されている。設備は、 原動機がロコモービル、発電機がウェスティングハウス製三小交流発電機。発電所出力は125キロワットであった。旧、塩三電機が建設した発電所のうち古いものが、ナルセサワ発電所である。静岡県岩田郡山賀村、大和戸口を流れる天竜川、支流ナルセサワに設けられた。 水力発電所で、静岡県の資料によると1917年7月着工の、後、翌1918年4月10日に竣工した。ナルセサワの使用水量は0.061、立方メートル毎秒で、107メートルの有効落差を得て37キロワットを発電する。発電設備は、ペルトン水車と、明治電気製三小交流発電機からなる。 水量不足、水路損傷や故障頻発といった問題の発生で発電不能となった結果1939年1月に廃止されており、現存しない。ナルセサワ発電所に続く旧、塩酸電気の発電所が河内川発電所である。岩田郡、浦川村穂川の出馬地区を流れる河内川にあった。 静岡県の資料によると1919 19年4月に着工され、1920年12月27日に竣工した。河内川地側の使用水量は0.071立方メートル毎秒で97.6メートルの有効落差を得て50キロワットを発電する。発電設備はペルトン水車と明治電気製三小交流発電機からなる。 発電機の周波数は、ナルセサワ発電所と同様に 50Hz であったが、三河水力電機時代の1937年に 60Hz 化工事が施行されている。河内川発電所は、中央電力から中部配電へと引き継がれた後、水量不足や水路破損などの発生で1944年12月運転を休止する。電気事業再編成で、 中部電力に継承されたが、そのまま1954年6月正式に廃止された、新白ガスに関するカテゴリー、ありがとうございます。